俺たちが付き合ってること会社にバレたらしい。バレちゃいけないの？俺が嫌だとかじゃなくて、会社がダメらしい。恋愛禁止の会社だった。知らなかった。うちの会社、恋愛禁止の会社だったの？どこのアイドルだよ。バレたって誰かに言われたの？上司に言われた昨日。誰に聞いたかは知らないけど。競売なかったけど、明日は社長いるよね。呼ばれるのかな？どうだろう。社長も知ってるらしいから、多分呼ばれるかもしれない。いやだ。ああ、だって何にも迷惑かけてないのに。でも、なんでバレたんだろう。周りに言ってた？普通に言ってました。はい。誰かに噂されて知られるより、自分から言った方が楽だから、変に気使わなくていいし。だから、事務員はみんな知ってるよ。そうなのか。事務の人たちとあんまり喋らないから知らなかったけど、知られてたのか。でも、みんな知らない感じだったよ。恋愛禁止なんて。そんな重く怒られたりはしないだろうけど、明日呼ばれると思うから、俺がガツンと言ってやら。期待してますよ。任せなさい。次の日、出社すると私たちは早速社長に呼ばれました。行く前に気合を入れ直し、社長室に向かいました。そこには今まで見たことがないような怒った顔をした社長がいました。その顔を見た私たちは何も言えず黙っていました。それから社長の説教が始まり、気づけば1時間が経っていました。今回は厳重注意で処分はないとのことで、なんとか無事に帰ることができました。そして1日の業務が終わり、昨日の意気込みはどうした？社長を目の前にしたらビビりました。いや、あれは無理よ。結局は処分もなく、仕事に影響のないようにって感じで終わったからいいけど、みんなの前で2人で社長室に呼ばれてさ、めっちゃ気まずくなってるんだけど、もう会社辞めよっかな。それを言ったら俺も気まずいよ。でも転職はしたくないな。社長も全然俺らのこと考えてないよな。わざわざみんながいる前で俺らを呼びつけて、いじめだよなこれ。なんかもうやだ、会社行きたくない。他にも会社なんてたくさんあるし、辞めたっていいや。次の会社の面接に辞めた理由考えなきゃだけど、多分あれわざとだと思うよ。話し始めも怒ってたし、1時間も話してバカな社長だよね。本当、ほとんど無駄話と過去の遊んでたじまんだし、なんであの年代の人たちって自分の昔話を栄光のようにはなすのかね。もう一回いいけど、バカだよね。落ち着いてくれ。結局は俺らは社長の下で働いてるわけだし、就業規則にも乗ってたのは事実だし、何も言えないよ。まあこれからパワハラが始まったりしたら話は別だけどさ。まあ無理して働く必要はないし、他の職を探すなら俺も一緒に探すよ。私も平気で周りに行っちゃったから悪いとは思ってるけど、そうだね、明日以降社長が変にちょっかいかけてくるようならすぐ辞めてやる。最後は笑顔で、話し終えてたからきっともう大丈夫だよ。そして次の日の朝、緊急朝礼が開かれ、昨日のことを社長がみんなに報告をしました。さすがにやりすぎだと思い、限界に来た私は退職代行を使い会社を辞めることにしました。社長から鬼のような電話が来ましたが、すべて無視をして一言も話すことなく辞めることができました。彼氏よごめん、あとは頑張って。社長よ、ざまあ見やがれ。